お待たせいたしまして申し訳ございません。まず本日お暑い中、皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、失礼いたしました、5分遅れましたけれども、これから始めさせていただきたく思います。まず最初にスタッフからいくつかご案内がございます。まずこの暑さでございますので、ご来場までにですね、ちょっとご気分も悪くなってしまわれる方もいらっしゃるかと思います。ご遠慮なくスタッフまでお申し付けくださいませ。お飲み物等のご用意もございます。また大変恐縮でございますが、ご覧の通りちょっと冷房の設備に乏しいものでございますので、会場がですね、暑くなるということが、もうすでに起こっております。誠に申し訳ございません。どうぞお体に触りませんよう、水分補給塩分補給というのは心がけていただきたく思っております。合わせて少しでも、会場の温度を下げるためにちょっと氷を用意しておりますが、お足元が、逼迫するような形に相なってしまいましたので、その点は誠に申し訳ございません。それとですね、一部の方に、この前の方に扇子を置かせていただきました。これはお帰りの際に、お返しいただきますようにお願い申し上げたく思います。でご案内続きまして申し訳ございませんが、当会や会場の様子を、ユーストリーム配信、それからツイッターでの、実況ということで、積極的に配信を行っております。で皆様にも、ぜひですね、写真を撮っていただくなりと発信を、していただきますように、ご協力をお願い申し上げたく思っております。それからちなみに、ツイッターのハッシュタグでございますが、シャープの次が、AI 美芸犬、ローマ字大文字で AI で、美芸犬はそれぞれ漢字でございますので、そのようにご承知おきくださいませ。最後になりますが、本日のタイムスケジュールでございます。ちょっとあちらに今少しずつ書かせていただきますが、字も小さいかと思いますので、この後すぐに発起人代表である美術家の中澤秀樹よりご挨拶を挟みまして講演に移ります。これが15時半までに終わりまして、10分間質疑応答の時間を取ります。あと40分からですね、45分までは休憩とさせていただきます。後ほど改めてご案内いたしますが、この階に関しては、男子トイレがございます。廊下行ったところでございまして、でちょうど上の階が女子トイレと相なりますので、そのようにご承知をいただければと思います。でその後ですね、15時45分から本日お招きした講師、神戸大学名誉教授でいらっしゃる松田拓也先生の講演と相なります。合わせて100分の講演となりますが、前後50分ずつに分かれてでございますので、途中は5分、10分質疑応答休憩と時間を割きたいと思います。後半は16時50分から17時40分までといたしまして、やはり10分の質疑応答、5分の休憩がございまして、17時55分から会場の方にも積極的にご参加をいただきたく思いますが、全体討論会をいたしたいと思います。本会の終了は18時45分を予定しておりますが、終了後も懇親会がございます。松田先生を囲みましてですね、AI 開発研究の第一人者の先生をお呼びして直接お話しできる、またとない機会でございますので、積極的にご参加いただければと思います。夜になりますと差し物、この会場内も少し涼しいかと思いますので、そのあたりはご心配いただかないようにお願い申し上げます。ではお待たせいたしました。これから AI 美芸犬発起人代表、美術家の中澤よりご挨拶をまず一旦いたしまして、続けて講演をさせていただきます。一応プロフィールを申し上げます。中だけ漢字、澤秀樹がカタカナの芸名は医学部在籍時より使用、でバカ CG を経て方法主義宣言、新方法主義宣言、 3D プリンター開発特許、で著書現代美術史日本編ほか、文化庁メディア芸術祭審査委員でございます。では中澤さん、よろしくお願いします。はい、これでいきます。はい、中澤秀樹です。どうもこんにちは。今もありましたけれども、お暑い中を今日はどうもありがとうございます。人工知能美学芸術研究会、略称 AI 美芸犬としておりますけれども、今年のですね、5月1日に発足いたしまして、でその後研究会を始めまして、その研究会自体は、今回が2回目でございます。1回目は、6月19日に、高橋浩一先生並びに、藤井正美先生をお招きし、
やっぱりこの場所で行われました。でおかげさまでNHK さんからも取材をいただき、番組にもちらりと映ったりですね、あるいは朝日新聞社さんからも取材いただいて、週末版 B にちょっとご紹介いただいたり、しております。で、それはですね、どういった回かと申しますとですね、29名の発起人により5月1日に発足したというもので、特に会員制にはしておりません。で、この人工知能美学芸術宣言、これは僕が起草したものなんですが、それの布石と一つとして、発足したものになっております。その宣言はですね、こちら公式ページなんですけれども、ここにございますね、人工知能美学芸術宣言。でこれは第1回の研究会の時にもですね、これについて、かなり解説したので、今日は解説いたしませんが、ではこの辺から今日の、僕の、講演とさせていただきたいと思います。少々お待ちください。本日はですね、メールとかでもお知らせしております通り、 AI 美芸研のアジェンダというような内容でですね、お話しさせていただきたいというふうに思っております。これパワポを昨日作ったというか、今朝型作り終わったんですけれども、これ僕もうちょっと高い方がいい、大丈夫ですか？あ、すみません。はい、はい、大丈夫です、ありがとうございます。はい、後ほどご紹介しようと思いますけど、今スタッフ10名くらいでやっておりますので、こんな感じでわさわさとやっております。どうもありがとうございます。でこの人工知能、美学芸術研究会の方針みたいなことを宣言をもとにして決めたんですが、どういった方針でやっていくのか、作戦ということをですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。パワポを作ってちょっとリハーサルしたら軽く40分くらいかかってしまったのを20分くらいで早口で進んでいければというふうに思っております。この表をですね、今回は説明させていただきたいと思います。美学、こちらですね、美学とあとそれから芸術、それぞれを、人間が行う美学、あとそれから機械が行う美学というふうに2つにまず考える、あと人間が行う芸術、機械が行う芸術ということをそういうふうに2つに考える。こうするとこうした表ができるわけですが、 AI 美芸研としてはここの D ですね、機械が行う美学かつ機械が行う芸術、ここのところを問題としたい、あるいはここのところを、出てくるということを待つという立場でやっていきたいということです。で、先ほど申しました芸術宣言なんですけれども、この宣言 のタイトル自体にですね、人工知能という言葉、あとそれから美学という言葉、あと芸術という言葉が入っている。で、人工知能と美学や芸術がどう関わるのか、 あるいは関わらないのか、いろいろ疑問に持たれる方もいらっしゃると思います。さらにこの宣言というのは一定の主義が入っているというふうにお考えいただければいいと思います。これが宣言文の第一段落です。人間が人工知能を使って作る芸術のことではない、人工知能が自ら行う美学と芸術のことであるというのが一段落目です。で、これはですね、この表で言いますとですね、この人間が人工知能を使って作る芸術、おそらくですね、この人間が行う美学、機械が行う芸術のここにあたるもののことではないと。でそうではなくて、人工知能が自ら行う美学と芸術のことである、これについてと語るということです。でこの宣言の第2段落目ですけれども、一応読み上げます。西暦2016年現在、人工知能を用いた技術や芸術が地上を席巻している。人工知能が有する認識能力、判断能力、創造能力の一部などは常人の脳が有するそれらをすでに凌駕している。人間は人工知能を使って認識し判断し芸術作品の創作を行っているということで、この
文章、この段落自体がですね、あの現状について述べたものですが、まあ、要するに人間が人工知能を使って作る芸術ととりあえずされているもの、まあ、これについて、まあ、今の現状についての話をしたいわけではない、あるいは、まあ、現状についてのものにはそんなに興味がないということを、言っております。第3段落目ですけれども、一方、まあ、違う、接続詞ですね。人工知能は自前の美的価値判断能力、すなわち美学を現時点では用いていない、それゆえ自前の芸術も現時点では生み出していないと。で、第3段落はこの後さらにどんどん続くんですけど、今日は割愛です。で、ここの部分は、問題にしたいところについて述べている箇所であるということです。では、具体的にどういうことでしょうか。表を上の方に押しやりましてですね、この表をとりあえずちょっと見ていきたいと思います。 A の部分、人間が行う美学に照らして人間が行う芸術ととりあえずする場合、例えばミケランジェロ、あのルネサンス時代の美術、あるいはベートーベン、古典派からロマン派にかけての音楽、あるいは夏目漱石、これは文学ですけれども、まあ、こうした芸術、すなわち従来芸術の、まあ、ほとんどというか全部がこの A に当たるわけですね。ミケランジェロ、これしか画像は出ませんがで B、機械が行う美学、ここですね、に照らして人間が行う芸術、これはどういうことなのか、これは厳密にはまだないというふうに考えております。厳密にはまだないけれども、機械が行う美学というか、機械的、そんなのはとても人間的じゃなくて機械的だよっていうような言葉はありますね。なので、およそ人間らしくない、まあ、機械的な芸術というのは実はそういうものはあったりする、まあ、ここは参考として、自分の名前を挙げておりますけど、中澤秀樹、あと、北京の中に入っている松江茂らと平間隆弘、馬場翔吾、馬場翔吾そこに座っているものですけれども、まあ、とりあえずここにいる人たちの名前をちょっと挙げてみたりしています。で、これはですね、その、馬場翔吾の、作品を今ちょっとだけ見れるかなと、見れなかったここで戻れる、あ、来ましたね、はい、ちょっとこれ小さい画像です。これ一定の何らかの機械的な規則に基づいて、やっているというようなものです。ちょっと割愛して先に進みます。C、ここの部分ですね、人間が行う美学に照らして機械が行う芸術、先ほどのところでは、青色の部分だったんですが、これも あるようですけど厳密にはまだないというふうに僕は実は考えております。ただ、参考としてですね、いわゆる人工知能が描いた絵ですとか、人工知能が作った音楽、あるいは人工知能が書きつつある小説などが今新聞テレビなどを賑わしていると思います。アーロンというプログラムとかディープドリーム、あとそれからこのラジャレンヒラ、これは世界で最初の、自動作曲といわれるイリアク組曲、1957年ですけど、まあ、これの、作曲ですね。あと作家ですのよというプロジェクト、これは星新一の小説を書くプロジェクトだったりしますけれども、このディープドリームの格言は例えばこんなものであるというふうなことです。で、D、 この機械が行う美学に照らして機械が行う芸術というところはですね、まあ、ここの部分にあたるんですが、これの例というのはまだ全くないと。で、これは AI 美芸研としてはこれが達成された時点が、まあ、シンギュラリティ的なことになるのではないか、まあ、シンギュラリティのことについては今日、松田先生がたっぷりお話ししてくださると思いますけれども、いろんな人によっていろいろな定義があるそうです。もともと技術的特異点ということですので、全然美術や芸術に関わらないかもしれないが、美術も元はといえば語源は技術ですので、まあ、技術的特異点ということを言ってもいいのかもしれない、まあ、それはともかくとして、この表についてもうちょっと説明します。
美学と芸術という言葉が出てますけど、僕としてはですね、もともと芸術だけで済ませたかった。今まで僕は方法主義ですとか新方法主義ですとか、そういった活動をしているんですが、全部美学については触れずに成立させておりました。理由もあります。で、美学というのはもともと哲学の一分野、何が美であるかとか、何に価値を持つかという哲学であるわけです。でそれに対して芸術は美学とは関係無関係のまんま進めることが実はできるものです。ただ、それは芸術としての芸術という言葉が20世紀に中心的な概念として出てきまして、これに基づいて芸術の言葉を考えているからではあります。芸術としての芸術が芸術としての芸術である、そうでないものはそうでない、これはアドライン・ハートという、アメリカの抽象表現主義の作家ですが、その作家のこの言葉が説得力を持ったということがあります。これはアート・アズ・アートと言われてますね。アート・ハイフン・アズ・アートで、これが一応20世紀の中央に出てきた概念なわけなんですけれども、すなわち芸術としての芸術、あるいは芸術のための芸術と、もう芸術の言葉ばかり出てきている状態です。でこれは例えばお土産としての芸術っていうようなものではないわけですね。あるいは娯楽のための芸術、エンターテインメントとも違ったものである。エンターテインメントは芸術と言わないで、エンターテインメントと言えばいい。お土産だったらお土産と言えばいい。あとそれからよく芸術以外の人と話していると、芸術は快不快と関わるものだみたいなような認識が今ではかなり一般的な感じですけれども、もともと快不快とも関係ない、あるいは快不快に関わるものはエンターテインメントと呼ばれて、芸術の中でむしろバカにされてたりするようなこともあります。あるいは最近流行っているのは社会のための芸術と言ってもいいようなもので、被災者を応援するための芸術ですとか、それ自体はとても立派なことでいいと思うんですけど、それだけが芸術のように思われている場面も一部ではありますが、そうではなくて、芸術としての芸術、芸術のための芸術について考えている。でこれはですね、もともと芸術あるいは技術というものが生存のために出てきたというふうに考えることもできる。これはずっと古代の話ですね。生存に関わるものとして出てくる技術というのは、この生物学的な立場の方のおっしゃるようなもの、あるいは、もうちょっと時代が例えば、中世ですね、ヨーロッパの中世だと神を讃えるための芸術というものが一般的だった。ただこれは神を讃えるものの装飾かもしれない。あとその後近世になりますと君主を称えるための芸術みたいなようなものなんですけど、近代になって芸術としての芸術、芸術のための芸術という概念が出てきたということで、でこれはすなわち芸術は芸術であるということで、これは道後反復なわけですが、なのでこれは芸術という概念は自明ではない、開かれた概念である、で定義できないものとしていた。これは人工知能について考える前はこの中だけで楽しくやれていたと思っていたんですが、ここでもうちょっと考えてみます。芸術としての、あるいは芸術のためのっていう、そのとしてのとかのためのということですね、ということにはその時点ですでに価値判断が入っているわけですね。お土産としてのではなくて芸術のためのであるということは一種の価値判断である。価値判断ということになると、それは美学に関わってくるものなので、芸術としての芸術という言葉自体にも実は美学を含んでいるというところに関わってこない、こないといけない。要するに美学は、さっきまでスラッシュでしたけど、そうじゃなくて美学から芸術にこういった矢印的な関係ができてくるのではないか。なので先ほど4つ挙げましたけど、何々が例えば人間が行う美学に照らして、このに照らしてがこの矢印ですね。で、また人間が行う芸術みたいな、こういった言い方が発生してくると。なのでここの芸術と美学必ずしも対等ではないという考えで、この宣言は書かれております。要するに矢印であるということですね。で美学というのは何を評価するのかという話である。で芸術というのは、芸術
これ人工的なもの、ネイチャーに対してアーティフィシャル、そのアートが、芸術なわけなので、まあ、人工的なものなわけなんですが、まあ、鋭意ですね、何らかの鋭意なので、何を評価するのかから何を鋭意するのかというのが関わってくる。でこれは人工知能的なことで言いますと、何を評価するのかという問題自体はですね、もう評価関数、これ人工知能に評価関数を取り付けると、ゲームの高得点を目指す人工知能とかがどんどん進化していくわけですけど、それは人間が与えているわけなんですが、そうじゃなくて評価関数を自ら設定するということが美学に関わることである。でそうすると鋭意結果を自ら希求するということ、まあ、これが真の芸術の姿なのではないかということです。要するに機械が評価関数を自ら設定できるのかという問題がここで できてくるわけですね。ここについて考える場合は、でこれは強い AI と呼ばれているもの、まあ、弱い AI に対してですね、すなわち美意識とか自意識とか、あるいはフレーム問題などを機械が持ち得るのか、で持ち得るのではないかというようなところからいきたいわけなんですが、まあ、ここからもう仮定の話になっていきます。自ら設定できたならば、2016年のアルファ5の衝撃以上の衝撃が起こるに違いない、まあ、アルファ5の衝撃というのは人間が行う囲碁の範疇よりも機械が行う囲碁の方がもう大なりという関係になったということですが、まあ、これが人間が行う美学や芸術 A のところよりも機械が行う美学芸術の方が大なりになるというようなことが起こる可能性が、まあ、A よりも D が大きくなる。でこれ大きくなるというよりは、ここ今大きくなると書いてますけど、含まれるという可能性があるわけですね、範疇的に。でこの含まれるとはどういうことなのか、もう一回この表ですけど、人間が行う美学芸術というのは、まあ、さっき B と C は厳密にはないと言ってましたけど、 B も本当は A の一部、 C も本当は A の一部なわけですね、現時点では。なのでこの A がどんどん大きくなっていくということが、人間の美学や芸術が拡張していくということであった、これが従来の姿である。しかし D が大きくなるというようなことがあり得るのではないかと、これが未来において起きる可能性がある。でこういうことを考えていくとですね、この A と D 結局同じなんじゃないかみたいな話だって出てくる。これ宣言の中のおしまいの方に書いてるんですけど、結局機械と人間は区別ができないという時点というのがもともとあるはずだというような話になっていくわけですね、まあ、なので人間が行ってきた美学や芸術はもはや安泰ではないはずである。でこの話はですね、まあ、時々指摘されますけれども、まあ、芸術という言葉をある程度、先ほど自明ではないと言いながらも、ある程度説明なしに通り過ぎなければ成り立たなかったはずなんですが、本当は非芸術というものと芸術のもの、芸術を分け隔つものは何かという話に関わってくる、要するに芸術の定義の話なんですが、これが人工知能の出現によってこの D が出てくるとなると、まあ、再定義が必要になる、あるいはここの D になるところは人間が認識できたり、人間が美学だと思わない、人間が芸術だと思わないものが出てくる、すなわち A と D との関係性がもう連続性自体保証されてないわけなので、まあ、再定義ではなくて破綻する可能性もある、まあ、これ美学においても同様であるということで、大体以上という形にさせていただきたいと思います。これで一通りまず講演を終わりとしたいと思います、はい。中澤からお話をさせていただきました AI 美術研、美芸研のアジェンダということでございましたが、それでは質疑応答に移りますので、質疑のある方ご挙手をお願いできますでしょうか。大丈夫そうですかね。あと、うん、でも時間がありますね。ですね、全体の討論会等でもいろいろとお話ができるようになっております。ちょっと皆様にも質疑はそこでまとめておっしゃっていただければとも思いますので、ここは一旦ではちょっと次に進めさせていただきたく思います。ではもしまたお聞きになりたいことがあれば、まあ後でおっしゃっていただくということですね。で、どうぞ中澤に一度拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。
じゃあ小休憩にいたします。はい、5分間の小休憩を取りたいと思います。すみません、はい、ここの廊下を、行ったところにあるトイレが男子トイレでして、で上の階が女子トイレになります。5分後にお戻りいただけますようお願いいたします。